こんにちは、鉄道博士だよ。今回は東京駅から岡山駅までのぞみ83号で移動したいと思います。日本列島には台風10号が接近中。のぞみ83号は果たして無事岡山駅にたどり着けるのでしょうか。広島行きののぞみ号は博多行きののぞみ号が通過する姫路駅に停車します。東海道新幹線では特大荷物スペース付き座席の制度が始まっております。今回乗車する G34 編成は2017年6月13日に落成した編成です。今回乗車するのは最新型の N700S ではなく N700 ラージ A の普通席なんですけれども、まあこれでも十分快適ですよね。今回使う3枚の切符です。岡山から多度津までは最新の2700系気動車南風11号のグリーン車に乗車します。
ますと次は岡山に終わります。12時12分、岡山駅に帝国通りに到着しました。台風10号が接近している影響で、東海道新幹線には運転見合わせの区間が発生したわけですが、こののぞみ83号は間一髪で足止めを食らうのを免れることができました。それでは岡山駅の在来線ホームに移動します。